剣山の地下に100体のミイラ？ようこそ、ナビゲーターのルカです。突然ですが皆さん、ユダヤの三種の神器をご存知でしょうか？出エジプトの時に蛇に姿を変えたり、水を地に変えたり、海を二つに分けて道を作ったりしたアロンの杖、モーセが神から授かった実戒が書かれている石板、そして食料を与えてくれたマナの壺、このユダヤの三種の神器はアークと呼ばれる性質に入っているとされているのですが、なんとこのアークが古代イスラエルから日本に渡来し、剣山に隠されているという伝説があるのです。今回は日本とイスラエルの関係、そして剣山で発掘された数々の謎の遺物についてご紹介していきます。日本とユダヤの意外な関係。紀元前1021年頃に建国されたと言われている古代イスラエル王国の三大ソロモン王は、聖地エルサレムに神殿を作り、旧約聖書に登場するアロンの杖、実戒の石板、マナの壺を入れた契約の箱を安置しました。しかしその後、聖書ではこの契約の箱アークについての記述がほとんど見られなくなります。1586年にイスラエル王国が滅亡し、その後分裂した南のユダ王国が新バビロニアに滅ぼされた時、エルサレム神殿は破壊され、契約の箱の行方は分からなくなってしまいます。この時イスラエルの十二氏族のうち十氏族が国外に逃れて姿を消しました。そしてそのうちの一氏族が契約の箱を持って海を渡り、縄文時代末期の日本に渡来したという説があるのです。実際に日本の神社の構造や儀式の作法、年中行事、主剣道の服装がユダヤ人のものと酷似しており、明治時代にやってきた英国商人が日本人とユダヤ人との共通点に気づき、日本人とユダヤ人、イスラエル人は共通の祖先を持つという日ユ同祖論が唱え出され始めました。剣山に秘宝があるとされるわけとは。徳島県にある剣山にもこの失われたソロモンの秘宝に関する噂があります。7月17日には剣山本宮例大祭が行われるのですが、なんとこの日は旧約聖書の中に出てくるノアの箱舟がアララト山に漂着した日と同じなのです。さらに例大祭で用いられる神輿の形や大きさが契約の箱に似ていることも、何か関係性を感じずにはいられません。神輿というのは普通山から里に神様をお運びするものですが、剣山本宮例大祭では反対に里から山頂へとお運びします。なぜ山頂に神様をお運びするのでしょうか。剣山の山頂近くには宝蔵石神社があります。宝の蔵である石の神社ということは、もしかするとここに三種の神器が眠っており、そこに持ち主である神様を運んでいるとも考えられますね。空海が国から委託された事業だとも言われている四国88箇所の霊場もまた結界を作り、剣山とそこに眠るアークを守護するためだったという説もあります。剣山での歴史的発見。次に、戦前から日本と古代イスラエルの結びつきに気づき、剣山の発掘調査を重ねてきた人物たちが発見した衝撃のものについて紹介したいと思います。1936年、日本とイスラエルの関係に気づいた聖書研究家の高根正則、内田文吉、角田清彦の3人はアークを探すため剣山山頂部の発掘を決行しました。アークを発掘するということはアークの封印を解くことにつながりかねません。それを恐れる組織からの圧力をかわすために、地質調査だと嘘をつき剣山に入っていきました。高根氏はそれ以前に専門分野である言霊の研究中に旧約聖書と日本のつながりを見つけ、アークが剣山に隠されている可能性があるとの情報を得ていました。剣山の山頂付近には鶴岩と亀岩と呼ばれる岩があり、高根氏らはこの岩周辺の下を数年間もかけて、最終的には約150メートルも掘り進んだといいます。途中で不自然な地面の揺れを感じたり、
聞き慣れない音を耳にしたそうですが、彼らは地面を掘り続けました。そして131メートル地点でシャベルが何かに当たり、掘り起こしてみると巨大な球体の太陽岩が2つ出てきました。さらに驚くことに、高さ15メートルほどのピラミッド型の空間や大理石でできた門までも発見したのです。これらは明らかに人の手が加えられたもので、探し求めているアークが見つかるのも時間の問題かと思われましたが、どれだけ探してもアークは見つかりませんでした。しかし剣山の地下に多数の人工物や地下空間が眠っていたという驚きの情報は世間をにぎわせました。この情報は当然政府の耳にも入り、発掘にストップがかかり、発掘品もほぼ全てが政府関係者に回収されてしまったそうです。その後はこのロマンあふれる世紀の大発見に触発され、ソロモンの秘宝を発掘すべく剣山に多くの冒険家が日本各地からやってくるようになりました。地下に眠るミイラ。その後数々の冒険家がアークの発掘に乗り出しましたが、芳しい成果を上げられずにいました。そんな中、高根しらの穴を見つけ、さらに奥へと掘り進めた人物がいました。元海軍大将である山本英介です。彼はこの穴を掘り続け、16日目にはなんと100体以上のミイラを発見したといいます。ミイラはレンガ造りの回廊の奥に安置されていたようです。この発見は1950年8月26日の徳島日報に掲載されましたが、その直後どこからか圧力がかかったのか、その記事は消されたといいます。また当時徳島を管轄下に置いていたアメリカ軍は剣山に人員を派遣し、発掘作業を続けました。そして問題のミイラを発見し回収したといいます。100体以上と聞いていましたが、アメリカ軍兵が発見したのは8体のみだったそうです。そしてどういうことか、いずれのミイラも顔に入れ墨が入った女性でした。一緒に発掘された装飾品などから推測するに、このミイラは和人である可能性が高いといいます。和人、つまり昔の日本人はやはりアークの存在を知っていたのでしょうか。ソロモンの秘宝と我々日本人との間にどんな関係があったのでしょうか。いかがでしたでしょうか。地理的に離れていながらも多くの共通点を持つイスラエルと日本、本当に遥か昔にアークが日本に持ち込まれたのでしょうか。今のところまだ誰もアークは発見できていないようですが、そこで発見された地下施設やミイラの存在は私たちの好奇心をくすぐり、今もなお多くの人を魅了し続けています。